これが無料なの？はい、本当に無料なので、タダで持って行ってください。55インチの最新型スマートテレビです。30秒で許容アップ。アメリカでテレビを無料で提供するテリーというスタートアップ企業が2021年 LA で設立されました。なぜ無料で提供するの？と思うかもしれませんが、このテレビには必ず広告を見なければならないディスプレイが付いているそうです。この広告用ディスプレイは、テレビをつけたままでは絶対に切ることができません。これだけでお金になるの？と思うかもしれませんが、消費者の居住地や収入水準、何を楽しんで見るのかに関するデータもそのテレビで収集する予定だと言います。つまり視聴者のデータを収集してパーソナライズされた広告を打ってお金を稼ぐ計画だそうです。